かけた熱い腕を振りほどいて君は出て行く。わずかに震える白い顔に君の年老いた悲しみを見た。海に向かう長い廊下でなぜだか急に君は立ち止まり、振り向きざまに俺に拳を見せて寂しそうに笑った。やがてリングと握手の渦が一人の男を飲み込んでいた。立ち上がれ、もう一度その足で立ち上がれ、命の炎を燃やせ。ついに立ち上がった血に染まった赤いマットに、わずかに開いた君の両目に光る涙が何かを語った。獣のように挑戦者は襲いかかる若い力で、やがて君は静かに倒れて落ちた。疲れて眠るように、わずかばかりの意識の中で君は何を考えたのか。それで十分だ、狼よ誰を救いたまえ。君は消えた唇でそっとつぶやいた。